チンアワー YouTube チャンネル。はい、始まりました。ベティチャンネル、ベティロードの渡辺です。小葉です。よろしくお願いいたします。本日はエルメスバーキンのプレミアムバッグ、バーキン35のレインボーとバーキンシャドウ35の2つをご紹介いたします。超レアアイテムですよね。はい、どちらも私初めて見ました、それでは早速参りましょう。ではまずこちらから、はい、バーキン35レインボーからご紹介していきますね。はい、はい、カラフルですよね。とってもカラフル、はい、カラーはですね、上から、ライム、セサミ、ローズコンフェッティ、そしてテールバトゥ、4種類となります。はい、革はエプソンですね。エプソンです、はい、前に同じカラーのボリードレインボーを入荷してきたことがありましたよね。ありましたね。ボリードは波紋のように広がるカーブの可愛らしいデザインでしたよね、はい、うん、ボリードも可愛かったんですけど、うん、ワーキンだとまた雰囲気変わりますね。しかもこれは普通のバーキンと違って外縫いのセーリーへと呼ばれるバーキンなんですよね。はい、外縫いバーキンだと全体的にカチッとしたフォルムになるので、うん、フォーマルな印象が強くなるんですけど、そこであえてカラーで遊び心を出すという、さすがエルメスですよね。ねえ、やること、ね、やることが本当におしゃれ、はい、そして小葉さん、はい、なんといっても見ていただきたいものがありまして、はい、何ですか？はい、こちらのクローシュ。わー、そうなんです、はい、出してみてもいいですか？もちろんです。なんと、なんとクローシュもレインボーカラーなんです、ね、かわいいですよね。これもう本当に初めて見た時、はい、ものすごく感動しますよね。感動しますね。そう、さすがエルメスだなと思うんですけれども、はい、このクローシュをハンドル部分につけると、はい、見てください、色の分け目がバッグとぴったり合うようになってるんです。ちゃんと計算されてるんですね。本当です。さすがです。さすがですよね、はい、ちなみにこちらのお値段、はい、当店販売価格は418万円となります。418万円。418万円。今ベティロードにあるバーキン35は268万円なので、はいはいはい、それの倍近くのお値段ですよ。そうですね、エキゾチックレザーではなくて、うん、このお値段ということは、はい、まあ、このバッグがいかに希少で、うん、まあ、プレミアム商品なのかということが分かりますよね。はい、続いてこちらバーキンシャドウをご紹介いたします。はい、これは本当に面白いデザインですよね。うん、バーキンシャドウなんて初めて聞きました、はい、存在すら私は知らなかったです。はい、私も今回実物の商品初めて見たんですけれども、うん、実は以前にお客様からリクエストをいただいていたんですが、もう本当になかなか見つけられなくて、うん、先ほどのレインボー同様ですね、とっても希少なバッグとなります。はい、当店販売価格はなんと428万円となります。それだけ希少で人気があるということですよね。うん、そうですね、うん、では早速詳しくご紹介してまいります。はい、皆さんこちら分かりますか？分かりますか？フラップやクロアの部分はなんとエンボスシャドウになっているんです。はい、ちょっとこうデコボコした感じ、ね、ぷっくりした感じですよね。はい、うん、こちらはトロンプルイユといって、フランス語で錯覚させるという意味で、ダマシエを意味する言葉なんだそうです。2009年に誕生したモデルになります。バーキンのシンプルな長方形のデザインに
遊び心を加えてはどうかというところから騙し絵効果が取り入れられ誕生したそうです、うん、まさに騙し絵ですね。本当、うん、このフラップの感じもすっごいリアル、はい、そうなんです、はい、しかも裏には黒シューがデザインされています、ね、遊び心が詰まってます ね、はい、そしてバッグの前面の後ろにホックが2箇所ついているので、うん、あのこちらのベルトを絞ったり緩めたりすることで使い勝手がさらに良くなるんです、うん、もうさすがエルメスですね、はい、エルメスですね。細かな気配りがもう見にくいです、うん、見にくいです。デザインも可愛いし、はい、金具もついていない分、はい、男性でも持ちやすいんじゃないですかね、はい、実はそのリクエストがあった方も男性からのリクエストだったので、女性の方はもちろんですけれども、うん、男性でもとても持ちやすいデザインだと思います、はい、ということで本日はエルメスバーキンのプレミアムバッグバーキン35レインボーと、はい、バーキンシャドウ35をご紹介いたしました。今回だけでなく過去にもとっても貴重なバーキンをご紹介しておりますので、はい、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。嬉しいです。またバーキンや他のエルメスバッグについて気になることやこれが知りたい、これを紹介してほしいというものがありましたらぜひコメントお願いいたします。お願いします。はい、本日もご覧いただきありがとうございます。See you next time! Bye bye! bye. いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。